からフラット中部地方へ。今日はあのイケメンに会いに行っちゃいますよ。楽しみ。青森と名古屋を結ぶ FDA を利用し、中部地方の魅力を紹介するフラット中部。今回ミカシーがやってきたのは名古屋市にある東山動植物園。開園は1937年。およそ500種類1万3000点の動物たちが展示されているんです。あー、コアラさん降りてきてますよ。いやー、かわいい。なんかお人形さんみたいですね。すごいかわいいです。でもなんか動きがすごいゆったりしていて、見ていて癒されますね。そしてこちらが今話題のイケメンがいる場所です。カッパイケメンですよ。わー、武田でっけー。黙って、なんかあの座り方とかが本当貫禄があって、いやー、惚れますね。イケメンゴリラこと西ローランドゴリラのシャバーニ君。ダンディーな表情とセクシーな目線が人気で、ゴリラ女子などと呼ばれる女性ファンが急増中なんだそうですよ。これはファンがたくさん継ぐのもわかりますよ。いやー、わー、あんまりちょっとゴリラ萌えとかしねえタイプだったなばって。いや、今回このシャバーニ君見だっけ、結構心さきますね。ちょっとこっちは見でら気がする。目が合っちゃう気がするんだばって。いや、気のせいだべかな。園内では食事やスイーツを楽しむこともできます。こちらが人気のコアラソフト、かわいいですね。どこから行こう。食べないで。頭からいただきます。甘酸っぱくて美味しい。巨峰の甘さが引き立ってちょうどさっぱりします。コアラ、ガッパメソッドだな。お土産品も充実しています。文房具やぬいぐるみなど様々なお土産が揃っています。お土産いっぱいありますけど、私が選んだのはじゃん、ゴリラの鼻くそです。なんとこれは甘納豆らしいですよ。青森から名古屋までたったの90分。そこから鳥羽を含め様々な地域へ気軽に行くことができます。あなたもフラット旅いかがですか。家族と仲間と気軽にフラチューいかがですか。